花の輪です。ピーン。はい、ということで今日はバレンタインじゃん、もうすぐで、私はとっても無縁なんだけど、やっぱモテたいじゃん。うん、だから今日は私が思うこれモテるんじゃね的なモテメイクをちょっとやっていこうかなと思います。リマ日焼け止め塗り、これ痛いね、化粧しにくいやっちまったぜ。あ、日焼け止めはね、いつもこれスキンアクアで、下にはいつもポール&ジョー、はい、でね、最近ね、たまにボディショップのメイクアップベースを目の下にちょっと塗ってる。すごいね、これすごい伸びんの、ほんとほら、すっごい伸びんの、ほんとに。ちょっと明るめだから目の下に塗ってる。はい、まあ、ちょっと違うでしょう。続いて眉毛はもう自分の好きな眉毛描くよね。問題はアイシャドウだよ。でもやっぱあれかな、ピンクとかの方が。ちょ、鏡こっちにあるんでこっち向きますね。なんか私のイメージね、茶色とかだと私の顔だと結構キリッとするよ。やっぱ可愛さで言ったらピンクなのかな。ちょっと眉毛平行目にした。平行眉の方が女の人感強いんだよね。ちょっと眉マスして、眉マス8 3D アイブロウ。皆さんバレンタインは縁あります？私はない。なんかさ、ダンスのやってた頃はさ、すげえあげさんもらうし、小学校の頃とかもなんかもうみんな紙に書かないと覚えらんない、交換しよう交換しよう交換しようみたいな、友チョコしようみたいな約束して。楽しかったな、楽しんでた。ちゃんと年賀状とかもそう、自由帳にいろんな子の住所書いてた。危なすげえ危ない、まあ、みんな地元の子だけどね。大好きだった、そういう時、そういうの本当に。小学生の頃、中学あたりからちょっと人数減って、友チョコとか。高校は本当に適当だった一応作ってたよ。でももらった子にあげる精神、バレンタインで私は配ってなかった。本当大変だよね、あんま得意じゃない。アイシャドウ今日はこれ使っていく。これ超可愛いっしょ。友達とクリスマスプレゼント交換した時にね、私もこれ友達に買ったの。超可愛いからめっちゃ欲しいなと思ってて、売ってたから買ったの、友達に。そしたらね、友達もねこれ私に買ってくれてたのやばくない？じゃあこんな色になっております。こちらいい感じ、ちょっとピンクめのを使っていきたい。とりあえずベースからピンクっぽくいく。これいくわ。これ皆さんお父さんとかにあげますか、バレンタイン。うちんち一応あげるんだよ、バレンタインお父さんに。チョコだけど、でもね、そのあげるチョコね、お母さんと選んだんだけど前、そのお父さんね、あ、待って、これ塗る、これをちょっと二重幅に薄く塗るわ。お父さんね、あのバレンタインチョコをねこうあげるじゃん。そしたらね、食べるって言ってくるの、うちらに。うちらがあげたものをうちらに食べるって聞いてくるのね。でくれてきちゃうの。だからね、結局ね、うちらがあげても一緒に食べるのチョコ。だからうちらが食べたいものをお父さんにあげれば結局うちらも食べれるよねって話なの。だからいつも自分たちが食べたいものをお父さんにあげてる一応お父さんが好きなものをあげてるけど、その中でもえ、これ食べたいからじゃあこれお父さんにあげようみたいなのをお母さんとやってる。はい、めっちゃピンク。目の際にもうちょっと濃いピンク塗ろうか。ビッチズポーチのところのキラキラ入ってて可愛い。これね、ひまりんがくれたんだよね、お誕生日に。高校生の時さ、もうバレンタインにさ、女だけで超盛り上がってたの。みんなが手作りで作ってきてくれるクッキーとかさ、でもみんなね、包装はあんましてこないの。クッキーめっちゃ焼いてタッパーに入れてくるみたいな。それをお昼の時間にめっちゃみんなで食べるみたいなことしてて、超男子そっちのけでね、盛り上がってた。ちょっと今思うと、それを肌から見てた男子はかわいそうだなって思うかわいそうだね、男。ちょっと涙袋作っていく先に。涙袋やっぱ大きくしたいな。実際の影のちょい下、ちょい下ね、定めで。全然違くない？涙袋でかくなったねこれディオールのだけど、このさ、このわかる、このタイプじゃないやつ、
涙袋の中に。バレンタインデーキース、なんかさ、唇の色ないと気持ち悪いから先に塗るね。ってことで涙袋にね、ハイライト入れる。雰囲気を醸し出そうと頑張ってんだけど、でも結構いつものうちと違くない？で、うるっとさせたいからディオールのリキッドアイシャドウを真ん中にのせたいな。これみずみずしくて好き。ちょっと目尻の方濃くしたいからこれ、この色をちょっと塗るわ。可愛いかな、この色を目尻のここにちょっと塗るじゃん。で、涙袋のラインにさ、今と同じ色をさ、やっていくじゃん。で、ちょっと綿棒でぼかすじゃん。なんかいい感じじゃない？割と。私的には好き。果たしてこれがモテメイクなのかと言われればわかんないけど。アイライン引くじゃん。茶色にするわ。これね、ファンメイク。あの、あんまりがっつり引くの好きじゃないよね。あ、いいんじゃない？今目尻だけ。インラインっていうのはここの下を引いたけど、反対も同じ。中にこう塗るだけ。こっちは、ちゃんとこの辺まで、黒目の終わりかけぐらいまで塗って、この目尻の方まで塗って、こっちはちょっと下がり気味で、これでちょっとまつげ上げていくわ。で、マスカラいいんじゃん。目尻の方を濃いめに。下は、下真ん中らへん濃くする？オッケー。そしたら、ラメをね、ボコボコつけていきたい、やっぱり。これをね、真ん中らへん意識で、乗せた。上にもね、ちょっと、綺麗にね、ピコピコブーって見えるようにね。お、すげえ。まあ、でも、まばたき、一瞬、したときに、ピラッってするだけだから。最後、ハイライト乗せて、可愛い印象にしたいんで、チークは必須かと思います。いつもはこっちから塗ってるけど、ちょっと今日真ん中らへんがいいな。ちょっと笑って頬が上がってるところ塗るといいんだよ。どうじゃろうが、モテそう。できた、私のモテメイク。私的にはなんか化粧薄って感じけど、ナチュラルの方がいいのかなと思った。見える、わかるって感じです。バレンタイン、皆さん頑張る人は頑張ってください。私は自分に買いチョコしました。私にチョコレート待ってます。良いバレンタインを。